ちは3月26日月曜日午前と午後の合間のひととき、サッカーキングハーフタイム MC の新平です。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして月曜日レギュラーは、おなじみの立花ゆりかさんです。よろしくお願いします。はい、立花ゆりかです。よろしくお願いします。お願いします。もうね、すっかり春ですよ。春です ね、もうあったかいですね。すごいカジュアルな今日、ね、今日だいぶカジュアル、ね、でもね、春らしいというかね、はいはい、何着ていいか分かんないですよね。暑さがね、うん、昨日も僕も外いましたけど、はい、結局もう本当に3枚から1枚まで行きましたからね。もう着てる、あの暑くなって、そう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 、まあ長袖でしたけど、うんうん、はい、まあ桜がでもすごいじゃないですか。今ちょうど来てますね、東京は。どうですか皆さんのお住まいの地元とかは。ゆりかるだけ見に来ましたじゃないよ。地域はちゃんと全部見て。どうですか。東京は結構咲いてますよ。いやもうでも満開じゃないですか。あ、そう、満開って言っていいぐらい。え、だって満開になってますね。目黒川とかすごかったみたいだよね。もうね、やっぱほら昨日日曜日だったし、あー人がね、すごそう。これでさ、皆さん聞いてくださいよ。僕ツイッターに書きましたけど、はい、フロムワンの花見4月5日なんですよ。え会社の絶対無理だよね。もう4月5日って来週の土日行けるかどうかぐらいな感じじゃないですか。花は咲いてるの。絶対咲いてないよね、もう。もう、はい、これ全世界配信なんでちょっと弊社の悪い。いや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 、枝見、枝見ね、うん、まあ葉桜を見ようかな。東北まで行けば。そうだよね、桜前線と一緒に北上していくみたいな。移動していくんですか。はい、あ、やるんですね、会社でも。面白そう。やるんですよ。まあね、あのもう泣きの涙の3月が終わって、笑顔のドキドキの4月ですから、僕にとっては。はい、希望を持ってね、4月迎えたいと思いますよ。はい、今週はどんな活動をされましたか。写真とかあんのかな。今日はお写真はございません。あ、ないの。ございません。はい、先週なんですけど、仕事ですよ。はい、人狼ゲームやったんです。あー、はいはいはい、ご存知ですか。はい、嘘つきゲームなんですけど。はいはいはい、あの NMB の市川美織さんという方がニコ生で、はい、企画やったんですけど、ニコファーレ、六本木のニコファーレでやったんですけど、はいはいはい、すごいとこ使ってやりますね。そうなんですよ。ちゃんとやったんですよ。あ、別にそれだけやりに、それだけやる番組じゃないですよね。まあ2部構成で歌ってみた、踊ってみたをやって、はい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 、その後はまあ人狼ゲーム、いろんなゲストを招いてやったんですけど、イベントってことですよね。ニコファーレってことはだって観覧がいっぱいね、できますもんね。観覧もいてコメントも見つつで、はいはい、もう私なんかずっとリハーサル村人弾いてたんで、あ、これは余裕でなんかその感じでいけるわと思ったら、急に霊能力者っていう、霊能力者ってどういう、霊能力者だっけ。はい、霊媒師的な。あ、そう、霊媒師、うんうん、霊媒師引いて、はいはいはい、まあまあ重要な役どころじゃん、はいはいはい、もうプレッシャーが半端なかったですね。へえ、はい、難しかった。難しいポジションなんですね、うん、みんなもう言ってるけど。そう、占い師ほどじゃないけど役割があったんで。あれなんかすごいよくできたゲームですよね。あれ、あれなんか外国で作られたゲームですよね。そう、海外から来た。なんかね、うん、ああいうなんかちょっと読み合いというかね、そう、信用ができなくなります本当に。はい、こんな可愛い子が人狼だったんだみたいな。ああ、なるほどね、はい、はいはいはい、負けちゃいましたね。はい、あ、残念でした。残念、村崩壊。はい、村がそおかげで、はいはい、まあじゃあそのイベントに選手は出てみたいな、はい、うん、そうですね。へえ、いっぱいお客さんいました。あ、会場にもいらっしゃいました。まあ、限定なんで、そんな、あ、はいはいはい、はい、そうかそうか、来れるだけとかじゃないんですけど。ああ、なるほどね、うん、はいはい、そっか、チケットもあるだろうしね、はい、はい、へえ、ちょっとアイドルっぽい活動ですよね。そうなのかな、まあ、はい。いろんな方が、男性もいたし、あ、そうなんですか、生主さんとかがゲストにいたので、はい、へえ、幅が広いですね、NMB、もうね、うん、ど真ん中のアイドルの方から、ね、はい、生主さんって、生主さんって一般人ですよね、言ってみたら。もう多分そうだと思います。YouTuber みたいなもんですよね。そうですね、はい、今で言うと、はい、今で言うとってこともない。まあまあまあ、はい、ずっとそういう個人でやられてたりとか。なるほど、そうですか、はい、ちょっとね、あの引っ張ってもこう早くゲストを呼んでくれっていう声が俺らのアイドル黒部さん待ちみたいなありまして、はい、ということで今日は何でしょうか。はい、今日はですね、黒部照明さんと週末サッカーまとめ&J3 特集をお送りしたいと思います。はい、この番組はですね、ニコニコ生放送 YouTube ペリスコープで配信、うんうん、配信しております。え、これ YouTube 1万5000いった。いきました。おー、すごい、やった。 YouTube のフォロワー
ね、チャンネル登録1万5000人ということで、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。この間のその、代表戦のやつ、代表戦の配信、はい、コメントスタジアム、コメスタ試合の後、うんうん、あれもなんか2万5000ぐらいいった。すごい。何がすか視聴者数。いや、もっともっといった？7万ぐらい。7万、すげえ。マジでやばいなこれ有名になりすぎちゃうんじゃない？よくないと思うよこれ。よくない。外で歩けないじゃん。いや、そんだけ見てるからね。日本代表がやっぱすごい。そうね、そりゃそうですよね、うん、はい、ということでね、またなんかやるのかなっていう話もあるんで、うん、ぜひそちらもご覧いただければなと思います。はい、ぜひチャンネル登録フォローお願いします。お願いします。はい、それでは今日もハーフタイムスタートです。よろしくお願いします。本日の放送は毎月24日発売の J リーグサッカーキングの提供でお送りします。ね、早速それではですね、はい、本日のゲスト、お呼びしたいと思います。カターレ富山で強化部長を務めていらっしゃいます黒部輝明さんです。よろしくお願いします。どうぞこちらへ。よろしくお願いします。はい、皆さんもね、毎年もう恒例に、はい、もう3回目、3回目ですよね。あ、すごい。この、ね、この3人で、番組、ね、配信させていただくのが 3回目ということになりますけれども、うん、はい、また来ていただいて本当にありがとうございます。はい、こちらこそ呼んでいただきました。はい、はい、ありがとうございます。ね、今日は、黒部輝明さんと週末サッカーまとめ&J3 特集ということで、まあ、ニュースもお話しさせていただきつつ、ただまあせっかくね、プロクラブで強化部長、ね、うん、務めていらっしゃる黒部さんいらしていただいてるわけですから、まあ、J3 のお話だったりとかカターレ富山というクラブのお話だったりとかっていうのを、中心に、お話をお伺いしたいと思いますので、皆さんもぜひ、お付き合いいただければと思います。じゃあまずはちょっと今日のニュースからということなんですけれども、はい、なかなかでも黒木さんもお仕事があるんで、はい、週末あのいろいろサッカーを見てるお時間というのはそんなないですよね。そうですね、はい、海外ちょっとなかなか見れてない ね。そうですよ、シーズン中ですからね、はい、はい、まあ、なんでちょっと、ファンの方、ファンの方というか視聴者の方に申し訳ないんですけど、ちょっとね今日はさらっといきたいと思いますよ。はい、まず最初のニュースお願いします。はい、まずは恐るべしコロンビア敵地でフランス撃破、2点差をひっくり返す逆転劇ということでですね、はい、まあ、あのインターナショナル、はい、マッチウィークっていうやつですかね、あの今週末は、うん、行われてまして、まあ、日本も、マリ、ね、仮想セネガルということで、はい、マリという国とやりましたけれども、マリってどこにあるんだみたいなね、うん、話があってなんか西の方でしたよね。なんかナイジェリアとかの近くなんだよね、確かね。もともとセネガルと同じ国だったんです。ああ、セネガル隣か、もうほぼほぼ、はい、でもマリの方がでかいよね、国は、国土は、ね、ということでやりまして、まあ、いろんな国が、インターナショナルマッチウィークでしたけども、あとでちょっと一覧表も出したいと思いますけど、まずはコロンビアということで、はい、まあ、一番の強敵ですか、日本からすると。同じグループでね、同じグループでね、はい、前回大会も、まあ、ちょっと最終戦ですか、かなりやられてしまったという相手ですけれども、はい、なんとフランスに勝ったと。やべえ、ね、ちょっとこれ大丈夫かなっていう話ですよね。フランスは23日にコロンビアがフランスと23日に対戦して、フランスはグリーズマン、ジルー、ムバッペということで、まあ、あのかなりのメンバーが出ました。真面目ですね、はいはい、コロンビアは、ダビソン・サンチェス、ハメス・ロドリゲス、ファルカオということで、なんか出るの、はい、じゃあ夫人ですか、うん、コロンビア、フランス戦夫人ということで、これはガチなんですか。ガチですね。ガチだってみんな、うん、右サイドにあとは怪我から復帰したクアドラードが帰ってきた。あ、クアドラードだよね、そうだよね、右ウィングはね、完成ですかね、はいはいはい、そうですね。イバルボっていうのはこれ今コメントあったんですけど出れないんですか、うん、メンバーに入らないの。もうそうですね、3、4年呼ばれてないんじゃないですか。あ、じゃあもう無理か。うん、何を。でも全然 J リーグだと、この前、うん、鹿島とはいやりましたよね、やった時に、うんうんうん、僕たまたま見てたんですよ。あ、そうなんですか、はい、庄司選手とかね、はい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 、どれだけやれるかっていう話ね、はいはいはい、もう別格でしたね、今のは、ね、もう止めれないさ、あれは。そうですよね、うん、強さと速さをこう兼ね備えた感じっていうんですか、もう純粋に
得点はね本当に組織で鹿島の選手たち一生懸命守って全部勝ちましたけど、はいはい、勝ちましたよね、はい、あの子が10前に 4,5 人いると思うと、恐ろしい、そうですよね、国だなとは思います ね、 ただあれですよね、やっぱああいう選手と国内リーグでやれるっていうのは、うん、結構やっぱり選手にとってはいい機会というか、そうです ね、 ね、あの、あれぐらいの力のある選手と、ね、J リーグで本当に経験できるっていうのは、うん、はい、いいそのレベルが上がってきてるなと思います。なるほど、はい、そうですよね、まあほぼ、レギュラーメンバーということでこのコロンビアなんですけれども、やっぱりファルカオとハメス・ロドリゲスですよね、注目すべきというところで言うと、うん、ね、まあ前回もねやっぱハメスにはやられてますし、はい、やっぱファルカオもなんか健在って感じですよね、なんかやっぱ怪我が多かった印象が何年か前はありましたけれども、まだまだやっぱここに来て、トップフォームというか復調してっていうことなんですけど、これだと 4-5-1、4-2-3-1 か、割とオーソドックスなシステムですけど、日本はどうやって戦えばいいんですかね、サイド2人いるじゃないです か、 はい、だかこっちもサイドを2人で守んなきゃいけないですよね、もう完璧に、うん、そうですね、ちゃんと2人いないと無理だよね、2人プラスサポート1人ぐらい来ないと、うん、もう厳しいっすよね、サイドの攻防 で、うんうん、それでマリでもそれでやばいシーンありましたよね、うんうん、3人来られてて、いやブリエルとクアドラードはドリブラーなので、そうだよね、1人で突破できちゃうもんね、うん、5バック、まあでも枚数多ければいいってもんでもないからな難しいとこですよね、うん、はい、まあ PK でね最後ねキンテロがゴールして3対2で、まあ、勝ったわけなんですけれども、まあでも、ね、2対2のところまでは自力で持ってくるっていうところの強さですよね。いやーちょっとこの時期にこのメンバーで語れるとちょっとなんかね、スポーツ新聞さんとかでもハリル・ホジッチ監督もショックを受けたって、強すぎてって本当かよって感じですけど、ね、言ってましたよね、はい、じゃあ次はセネガルのニュースですか、はいはい、エースマネ選手はベンチで、そして日本と同組のセネガル、ウズベキスタンにドローしましたというニュースです、はい、でまあ、セネガルはウズベキスタンと戦った、これ何、ウズベキスタンとやるのは日本対策なの、そういうわけじゃないでもアジアの国だからそういうことなんです、これさ、やっぱさ、あの逆もさ、おかしいと思われてんだよね多分ね、言ってみたら、だって日本からしたらウズベキスタンとセネガルやりましたって、いや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 、なんでウズベキスタンとやるんですかみたいにちょっと思うじゃないですか、うん、で逆にマリとかの国の人たちもセネガル対策ですってマリとやったって言われたら、いやいやいや全然違うからみたいな感じで思われちゃうんですよね、どうなんですかね、うん、まあウズベキスタンとやって、セネガルは、エースのサディオ・マネと、まあ、中心選手であるカリドゥ・クリバリはベンチスタートと、ウズベキスタンはアクメドフとか、ミルゼーフとかがスタメンでしたということで、ウズベキスタンが PK で先制したけど後半に、コナテが、セネガルのコナテが、ゴールして同点に追いつくということで、1対1の引き分けということでしたけど、これはどうですか、ガチなんですか、いやかなり入れ替え、かなり落としてる、はい、センターバックもサイドもですね、なるほど、これはじゃあまだちょっとその、まあ、絶対的な選手っていうのはもう一回置いといて、何ですか、試してるみたいな感じですか、うん、そうですね、メンバーで言うと、うん、メンバー選考、うん、この試すっていう話で黒部さんにお伺いしたいのが、その日本も、まあ、結構メンバーを今、はい、いろいろこういじったりもしてるじゃないですか、です、ね、今の時点で宇佐美選手がまた入ってきたりとか、ね、中島選手が出てきたりとか、はい、っていう感じで、なんか一部では、一部のファンの方の意見とかいろいろ、あの解説者の方の意見だと、はい、いやテストしてる場合じゃないだろうっていうのもあるけど、いやいやいや、これでセネガルみたいに、うん、まだまだ全然できると、テストは分かってるんだから、うん、他のレギュラー選手はっていう感じなんですけど、そのあたりってどういうふうに思いますか。そうですね、まあやっぱりその監督によってだと思うんですよ、はい、その最終的にワールドカップっていうのはその場で結果を出すことが目的なわけじゃないですか、はいはいはい、最終的に、はい、チームであれば1年1年どういうふうにチームを作っていくかだと思うんですけど、はいはい、ワールドカップは本当にその4年のそのタイミング、3試合よくオリンピックと一緒ですね、
そこで金取れるかどうか。まあそうですよね。この間のやっぱオリンピックもそれだけ散々ね、あのワールドカップ優勝しても、うん、まあまあ、そこのメダルの色とかでちょっと評価がね、はい、変わってしまうというか、そこに要はそのにトータル最終的に23ですか、うん、23人の中の最終的に23人ですね、はい、その23の中に、うんうん、多分現時点で一番その生きてるというか、うんうん、その現時点で自分その矢印を一番上に向けてる選手を、はい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 、やっぱり数名は入れておきたいって思うと思うんですよ、監督は。なるほどなるほど。まあ23人もいればっていう話ですよね、はい、ベーシックな軸の人間を何人かやっぱり絶対必要ですし、そこに新しいこの例えばスピードなのか、うん、まあ、この前中島翔也選手が入って、はいはいはい、まあ、彼は多分ドリブルであったりとか、ね、得点力もありますね。そういうその、はい、いろんなものをこう持ってる選手をコマとしてそのしっかりこうチョイスできる幅として、うん、そして絶好調というか今、うん、そのワールドカップに向けて力を持ってる選手を置いておきたいって思う、うん、そのジョーカー的な選手を多分探してるかなってところもあるとは思います、ね、なかなかでもレギュラーはもうハリルホジッチ監督の頭の中では結構固まりつつあるっていう感じですか。そうとは思いますね。やっぱりその4年間でそれなりに見てきてるものがあると思いますので、まあでも確かに実戦の割とこうね、ガチンコ勝負のところじゃないとそのジョーカー的な選手を見つけるにしてもっていう感じですね。緩いところでやってもしょうがないっていうのはありますよね。そうですね。海外で結果出してるからだけで呼んでみても、でも実際やっぱ日本代表にそれが還元できなければ意味ないと思いますので、それが本当に還元できるかをチェックしてるんだと思いますけどね。なるほど。まあでも中島選手はすごいですね。 A 代表デビュー戦で、デビュー戦だよね、あれデビュー戦です。初戦だよね、はい、でゴール決めてっていうことで、素晴らしい、持ってる感じはするから、ああいう選手もしかしたら必要なってもったいない可能性はあると思いますね。わかりました。はい、じゃあ次行きましょうか。ポーランドか、はい、続いては、はい、エースレバンドフスキは不発に、日本と同組のポーランドはナイジェリアに敗れました。はい、はい、ということでですね、ポーランドとナイジェリアが対戦、まあナイジェリアってことで多分ポーランドはセネガルの対策みたいなことでやったんじゃないかなっていう感じですけれども、ポーランドは レバンドフスキ、クリホビワク、それからジエリンスキーらが、まあ、先発しましたと、ナイジェリアもモーゼス、イオビ、イヘアナチョが先発しましたということなんですけれども、ポーランドは、まあ、レバンドフスキーとか誰でも知ってる名前の人はいるんですけど、他はどうなんですか、これは。1.5 軍ぐらいな感じです。軸の選手、クリホビワクとかリネッティとかレバンドフスキーは残してとかグリクは残しつつ試してもいるメンバー。なるほどなるほど、うん、はあ、そういうことですね。まあじゃあオプションをさっきの黒部さんのお話じゃないですけど探しているのか、当落というか、まあレギュラーが結構ギリギリ争いのところの選手をちょっと入れ替えて試しているのかっていう感じですかね。はい、ポーランドは、PK でモーゼスの PK による1点を失って、まあ押し込んではいたんだけれども敗れてしまったということで、どうなんですかね、これは。まあアフリカ勢のやっぱりスピードとパワーっていうのはいずれにしても結構怖いところはあるでしょうね、ポーランドといえども。特になんか黒部さんってアフリカのチームとおやりになったことってありますか。はい、僕はその A 代表とかでセネガルとかやったこと、はい、ああなるほど、はいはいはい、それこそセネガルですか。はい、セネガルってっていうのはどういう感じの選手がいるチームなんですかね。いやもうあの代表の試合でもそうですけど、はい、なんでそこで足が伸びるのって、やっぱりそういうタイプいるんだ、はい、だから普通だったら J リーグだったらこの対応しとけばいいって思って、はいはいはい、その間合いで対応してる瞬間に足出てきてボールが切り返されたりとか、あ、はい、やっぱりちょっとその守備の人たちは本当に大変だろうなって。まあ今回 PK 取られたみたいですけど、ちょっとシチュエーション分かんないですけど、やっぱりなんかこうセオリーじゃないところでグイッとスピードのあるドリブルしてきて、たまらず引っ掛けちゃうとか、そういうシーンも出てきちゃう可能性が。まあこの前の日本代表の、まあそうですよ、日本代表もね PK で結局クリアしようと思ったら、思いのほか向こうが伸びてきて先に触られてっていう感じになったと思いますし、あれで結局勝負決まっちゃうぐらいのね展開になっちゃうので、やっぱまあ今回じゃあそういう意味ではやっぱマリとやった収穫みたいなのはある部分もあるというか、ね、そうですね、それを生かして
行くしかないですよね。マリとか、そうマリはだってあれだよね、アンダー17かなんかでめちゃめちゃ強かったんだよ ね、 そうですね確か、うん、ね、アフリカでもトップクラスでなんかワールドカップでも結構上位に入ってくるっていうチームだったっていうことで、その選手の今20歳前後ぐらいの選手がね、ガンガンやってるっていうのがマリ代表だっていうふうに聞いてますんでね、はい。まあちょっとその辺はポーランドの話ももちろんレバンドフスキも怖いんですけど、やっぱりこうね、予想外の戦いをしてくるアフリカのチームっていうのはちょっと怖いですね。読めないですね、はい、これがポーランドのイレブンですね、はい。あ、ポーランドって今ナイキなんですね。ナイキですね。ああ、どうでもいいですけどめちゃくちゃシンプルなユニフォームですね、うん、今なんかまたシンプルになりましたよね。この間プーマさんなんかアウェイキットが発表されましたけど、ほとんど白に差し色入ってるぐらいでしたよね、うん、はい。黒部さんってユニフォームとかってなんかこだわりとかって、あ、こだわりというか今までかなりのチームでプレーされてきたと思うんですけど、そうですね、なんか好きなデザインとか、これちょっと、あ、まあクラブとの関係性上あるかもしれないけど、これこの色ちょっとみたいなのとかありますか？デザインとかね。いやーでも本当にね、 J リーグはそれなりにやっぱりこうチームのカラーっていろいろあるじゃないですか、はいはいはい、だからすごい分かりやすくていいなと思いますよ。結構青とかね、赤とかその分かりやすい色ってチーム多いじゃないですか。そうですね、カターレさんは青だし、はい、例えば黒部さんの浦和レッズさんは赤だしとか、まあ、京都とかはね紫とか、そうですね、京都でプレス、いろいろセレッソもありました。セレッソはもうピンクなんで、ピンクですよね、はいはい、その時は意識して僕靴もピンクにして履いてたり、あ、スパイクも、はい、やっぱそうなんですね、そういう風にして、染まっていくんですね、してましたけどね、はい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 、なるほど。へえ、あれはでもユニフォームはメーカーさんが一応デザインを考えて多分られるんですね、多分そういう感じですよね、あれは。そうですよね、はい、メーカーさんの方からこういうデザインでどうですかみたいな、はい、ナイキとかアディダスさんとかね、やっぱりその大きいブランドのところ、はいはいはい、それなりにもう、あの多分いろんなパターンがもうあるんですよね、でその中でどれにするかみたいな感じかもしれないですよね、うん、はい。ということで、ポーランドは、まあ、ナイジェリアと敗れた、まあこの3カ国とまあやるんですけど、これちょっとやっぱりもう見ていけば見ていくほど全部強いっていう風にしか思えなくなってくるんで、うんですよね、なんか組み合わせ抽選の時はあの、ね、死の組に入んなくてよかったみたいな話してましたけど最後の最後でね韓国が行ったんで、そうでしたね、いやーちょっと怖いなこれ。まあでもね、長友選手もねやっぱりあのツイッターでね、つぶやいておられましたけれども、うん、やっぱり2010年の時ね、なかなか苦しい状態だったものをね、うん、完全にひっくり返してベスト16に入ったと、やっぱり最後までね諦めないでやんなきゃいけないっていうね、ところは、我々応援する側もね持っていないといけないですよね、うん、まあもともとそのポッド4で出場国の中ではランキング下の方ですから、はい、ね、もう当たってくだけよって言っちゃいけないんでしょうけど、うん、そういう気持ちでちょっとやっていくぐらいな感じでしょうね、チャレンジャーですもんね、はい、はい。最後、はい、最後は、優勝候補同士の一戦はドロー、スペインが開始早々に先制、ドイツはミュラー弾で追いつきました、うん、はい、ドイツ代表とスペイン代表のニュースです、ね、ドイツってさ、スペインとブラジルってやんの？そうですね、すげーな大体どこもそうですよ、イタリアもイングランドとアルゼンチンだったりとか、イタリアだって出ないじゃん練習相手ってことでしょ、うんうん、イタリアはどっちかっていうと強豪国は強豪国とやりますよね、ね、すごいね、豪華ですね。ドイツはクロース、エイジル、ミュラー先発、スペインはラモス、イニエスタ、ダビド・シルバということで、すごいね。ロドリゴがスペイン先制ゴールしたけども、ミュラーのゴールで1対1の引き分けか。これがあれですか、その今週の、インターナショナルマッチウィークで行われた試合、はい、ピンクのところが、日本の関係国、うん、ピンク、紫、俺、あ、じゃないよ何これ、俺、ピンクじゃない、オレンジこれ、ああピンクでしょピンクですよ、はい。ということで、あ、これ出た国色つけてもらった方が良かったな、ワールドカップにですか、だって32カ国パッと出てる国言えって言われたら言えない、言えます、わかんないですよねすぐには難しい、そうもわかんないですね。ロシアでもブラジルとやるんだ、いいね、ロシアと、それからサウジがウクライナと1-1か、ウクライナはサウジと日本とやったってことですね、それからポルトガル、エジプトが2-1、これロナウド2点決めたやつ、そうですね、すごかったよね、アディショナルタイムに、でさ、やっぱさ、サラーが決めんのよ、すごいよね、サラーね、やばいね、サラー本当に、うん、ブレイク、うん、ね、はい、これか、10番なのね、サラーね、はい、
いやーすごいな。はい、続きちょっと見せてもらっていいですか。はい、さっきの対戦表の、はい、韓国は北アイルランドに2-1か。ちょっとこれどうなんですか。結構やばそうじゃないですか、韓国も結構ほら、ね、メディアとか世論とかのパワーが強い国だから結構ね叩かれそうですけどね。オランダ対イングランド、これもすごいですけど、イングランドが 1-0、はい、イタリアはアルゼンチンに 2-0 か。まあね、モチベーションの問題もあるもんね。うん、はい、ペルーいいんじゃないのこれ。クロアチアに 2-0。 そうですね。はー、ノルウェーもオーストラリアに4-1。オーストラリア大丈夫かな。不安ですね。ね、4-1じゃちょっと怖いよね。うん、はい、ということで、まあいろんなところで行われてますけども、日本は明日ですよね。うん、どことやんだっけ、ウクライナとやります。はい、なのでぜひ皆さんも、見ていただければなというふうに思います。じゃあ次のニュースというか、はい、J リーグのお話に行きましょう。はい、まずは J2 のニュースです。甲府を下した岡山が2連勝で首位堅守、大宮は開幕戦以来の白星を飾りました。 J2 第6節のニュースです。はい、ということで黒部さんは J2 とかって、はい、まあ、あのチーム自体は今 J3 リーグいますけど、はい、J2 とかってご覧になられるんですか。いや、よく見ますね。あ、そうですか。やっぱり、はい、いろんな選手を見て、スカーティング、はい、今単純に J1 より見てますね。あ、そうですか。はい、うーん、J2 の方がリアルにね、やっぱりこう選手のところであったり、なるほどなるほど、そこがねやっぱりチームとしては目標ですので、はい、どういうチームの戦力で戦えば J2 戦えるのか、なるほど、あ、はい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 、ご研究もされていて、はい、いろんなことも含めてしっかり見させてもらってますね。ちなみにその J2 と、まあ、僕が J3 見た感じで言うと、うん、やっぱり結構レベルの差あるなっていうふうに思うんですけど、 ありますね、正直。はい、でやっぱりその本当に基本的なキックの精度とか、うん、トラップのこう、うん、ワンタッチコントロールのところだったりとかっていうところで、うん、やっぱちょっと差があるなっていうふうに思うんですけど。そうですね、うん、止める蹴るもそうですし、はい、やっぱり選手たちがこう、まあ、戦術ってこういう戦い方に対してどういうふうに崩していくかとか、はいはい、で今 J2 の首位の岡山さんですかね、はいはい、岡山やっぱ3バック、うん、で押し込まれてる時は5バック、うん、で前3枚が固まってというか、その前3枚で結構しっかりやりながらセットプレーを大事にして戦う、うん、もう一貫して多分毎年一勝なんですよね。なるほどなるほど、はい、その形でずっとやって、この前も 1-0 多分セットプレーだった気がしますね。そうですね、はい、はい、後藤選手でした、ね、はい、後藤啓太選手、はい、もう岡山は特にね、あのレンタルの選手が一時すごく多くて、あのプレーオフまで行ったけどダメだった時があって、そうですね、で考えるとやっぱりそこの継続性っていうのはいい方向に出てるチームっていう風に見ていいんでしょうか。やっぱりもう、うん、ずっと監督がね、長澤監督、はい、長澤さんがずっとやってて、無人島でキャンプしたりとかですよね。ずっと無人島でキャンプ、無人島でキャンプしてんですよね。やってんですよね、岡山なんか。すごいね、なんか無人島でキャンプしてんですよね、なんかアスレチックとかやったりとか。めちゃくちゃ集中できそう。うん、いやキャンプってそのサッカーしないんだよ。え、精神的なことですか。なんかオリエンテーリングとかやるんだよ。地図とか持ってこう。え、あ、そういうこと。そう、チームをこう作り上げていくというか、チームワークみたいなやつで、よくやってる J リーガーの方のキャンプとはまた違った。そうそうそう、それはそれであるんだけど、うん、その前になんか独自の、うん、そうそう、みんなで手助けしてこれをクリアするのにどうするかとか、そう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 、そういうチームワークをやるやつだったようなニュースで見た記憶ありますね。前そのあれ月曜日で、あの楽天の中山さんっていらっしゃった時いなかったっけ。僕一緒にやったんだけど、まあああいう方がねやってるようなチームビルディングみたいな考え方の、ね、うんうん、やつをやってるんですよね。はい、一覧表出せますか。はい、J2 に関して、はい、ということで、結果は左側になっており、左側ですね、左側になっております。引き分け多かった、そうでもないか、水戸リオックというか豊川 FC0-0 で栃木 FC ですよ、2連勝かね、うんうん、この間失点が3試合目までは12点取られてたんですよ、うんうん、でそこから改善されて2試合連続クリーンシートという、素晴らしい、結果になって
ますね、はい、そんなにメンバー変えてないんですけどね、レオーニ選手とか西川選手とか田代選手とか、ね、ディフェンスも、ね、ヘニキ選手とか変えてないんですけれども、結果が出だしているというような状況ですね、はい、それからジェフ、これも開幕いきなりつまずいてだいぶ心配されたんですけれども、うん、前節の 6-1 に続き今回は 2-0 ということで、うん、点が取れるようになって、ね、点が取れるようになったと、うん、ただメンバーすごいですもんね、うん、ジェフはもともとね、やっぱりいますもんね、いますよね、うん、はい、で京都がちょっとね、これ前、まあ、毎年って言っちゃ失礼なんだけど、うん、なんかつまずくんですよね、メンバーいるのに。そうです ね, ね、もう本当に今上をね、上の今そのプレーオフ圏内のところもそうですし、はい、それ外して横浜 FC、はい、ベルディ、徳島、うん、でアビスパ、ジェフ、はい、大宮、そうですね、あのもちろん甲府、京都、山賀も含めて、そうですよね、本当にどこが上がるか分かんない、上がってきてもおかしくない中で、それでもね、やっぱ上の今新潟のところまで上にいるチームは本当にすごく頑張ってるなと思います、うん、はい、そうですよね、はい、ヴェルディはね、モンテディオ山形と引き分けでちょっと2試合連続勝ちを逃してしまいましたけれども、山形はどうでしたか、3試合か、山形はどうでしたか、あれですね、とにかく前半にあのちょっと判定のところでかなり揉めちゃって、はい、試合自体がそこでちょっと壊れてしまった感はありますかね。なるほどなるほど。山形は硬かったですよ。失点が今まで1回、無失点試合が1回もなかったんですけど、はいはい、あのすごいコンパクトな 5-4-1 を敷くようになって、めちゃめちゃ改善。5バックなのこれ。そうです。まあ、前はね、でもね、瀬沼選手、坂野選手、ゆるき選手って割と1人でもいける選手がね、あのしっかりした選手がいるんで、結構後ろから任せてもね、松岡選手もいるしね、中盤にね、はい、これはだからこの間ゲストに来てくださった、ね、芸人のシンディさんとししね、はい、現地でお会いした。カレパン、本当ですか。はい、カレパン売ってた。はい、カレパン売ってた、もうなんか芸人なんでしょ。カレパン屋さんになっちゃったの。いや、お手伝いして。お手伝いされてる。仲いいんですよね。仲いいんですよね。はい。なんか全力さんとも会ったって言ってたよ。あ、本当ですか。うん。メンツが濃いな。すごいですね。はい。で新潟ね、新潟も最初つまずいたんですけれども、ここに来てね、勝ち点を積み重ねて、川田選手がゴールを決めて良かったですね。彼もなんか、うん、あのようやくホームでゴール決められましたということで言ってまして、これが徳島との潰し合いになったわけですね。で徳島もちょっとまあどうなんですかね、結構特殊な戦い方をするから、うん、そうですね、結構ハマらないと相手チームによってガラッとひっくり返されちゃう可能性が、うん、まあ、あるんですかね。なんか今なんかちょっとスペイン系というか、アルゼンチンスペイン系の監督さんが実は多くなって、そうですね、まあ、去年からですね、ベルギーと徳島さんとジェフ、はい、うんうん、この3人、3つのチームがスペインの監督になって、はい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 、ただそれなりにチームをね作ってきてるチームだと思いますので、うん、なるほど。これはでもどうなんですか、うん、結構 J2 で強いチームって、はい、ガチッとしっかり守っていくか、うん、要はすごいフォワードの外国人の選手がいて、うん、点取るかみたいな、うん、割と固いやり方で勝ってくるチームが多かったじゃないですか、今までって、はい、でそれか、まあ、前年 J1 から落ちてきたけども、うん、戦力を維持できたチームみたいな、うん、っていうのが多かったと思うんですけど、うん、この今のベルディだったりとか、はい、まあ、ジェフだったりとか、うん、徳島みたいな、こう、なんていうんですか、こう独自っていうわけでもないんですけど、うん、まあ、ある程度こうフィロソフィーをこう持ったやり方というか、そうですね、うん、どういうふうに思われますか、この昇降格がある中で。そうですね、まあ、そこは本当にクラブが、うんうん、その長期でチームを作ってほしいっていうふうに任せてやってるのか、はいはい、うんうん、やっぱりチームによってはね、もうその年でこういうことしろ、こうしてくれ、はいはいはい、数字が全て、結果が全てっていうチームもあれば、はいはい、その時間をかけて作っていくところを大事にするチームもありますし、それはもちろんクラブの大きさとかね、あのいろんなものによって絶対変わってくると思いますから、そういう意味ではあのパッと今見た限りで、例えば、ゼルビアさんとか、うんうん、であと大分トリニータ、うん、はいはいはい、大分さんは2年前 J3 で一緒に戦って、そうですね、そうですね、はいはいはい、やっぱりそれなりに力あるチーム落ちてきたけど、はいはいはい、なんで3に落ちてきたんだろうと思うぐらいのチーム力はあったなと思って戻って、はい、そっから、まあ、いきなり、ね、注意には入りましたもんね、チームに入って今5位の状態なので、うん、はい、本当にすごく継続できてる、確かにそうですね、はい、まあ、またちょっと違うその、ね、外国人選手を前に置くとか、ガチガチに守るっていうのとはまた置いた取りには違うサッカーで勝ち点を上げてるという、町田もそうですね、はいはい、
まあ、この辺は確かにそうですね、監督さんが割とこう継続的にやってらっしゃるチームが多い感じはありますよね、うん、岡山、町田、それから大分ですね、はい、どうですか FC 東京は、監督さんが結構変わってるような、はい、変わってないようなみたいな感じですけど、うん、FC 東京自体ですか、はい、もう本当に左右されやすいチームなんだなっていうのは誰にチームが監督に、あ、監督さんね、はい、うん、まあ、普段は露骨に分かるようになりました ね、うん、まあ、でも長谷川健太監督に関してはどうなんですかね、やっぱ長くやってもらおうっていう感じなんでしょうかね、うんうん、そうですね、うん、チーム作りを今してる段階っていう感じはしますね、うんうん、はい、はい、なるほどなるほど、はい、J2 は戻してもらえると嬉しいです、はい、まあ、先ほどちょっとお話があったように、うん、岡山が1対0で勝ちました。町田はちょっとね金沢に引き分けてしまって1対1というところになってます。トリニータが蒲田マーレサヌケに勝って、勝ち点を、11か11まで上げているというところですね。この辺はちょっと力が最近ありますね。やっぱサイドの選手が結構いいですね大分は、うん、それからレノファと山賀、これレノ山賀がちょっとね、うん、勝ち点4もったいなかったですね、この試合は。そうですね、 2-0 から引き分けてしまった、アディショナルタイムで2点取られて、そうですね、確かにっていう試合でしょう、ね、最後本当にラストプレーみたいなのでね、コーナーキックの、あれはでもオナイユ選手のシュートはどうですか、あれはもうストライカーとしてはやっぱりいいですね、あの貪欲さはすごいですよね。技術的にどうなんですか、あの反転してシュートっていうとこなんですけど、もしいやもうあれは、うん、はい、あの時 まだ 2-0 だったと思うんで、はいはい、そうですね、だからもう本当にね、とにかく1点でも返そうって気持ちで臨む、もうとにかくやっぱシュート打たないと、はいはいはい、可能性はないんでっていうところですごくシュート意識してて、それあれが入ったからこそ次の点も生まれたと思う、ね、はいはい、勢いがね、出ましたよね、下手したその後のポスト直撃の、はいはい、下手したら逆転もありえたぐらいの展開になってたの で、ね、はい、感覚すごいですよね、はい、あれってやっぱりそのフォワードとして、まあ黒部さんプロとしてもうフォワードでずっと長くおやりになりましたけど、こうなんていうんですか、 ああいうシーンって体がこう動くというか、そうですね、やっぱりでもストライカーだなって思いますね。 あそこでペナの中付近になった時点でやっぱりシュート意識してるからこそ生まれるゴールだし、やっぱあそこ人によってはね、うん、体後ろ向きなんで誰か味方探して、うんうん、探した時点であのゴールはもうなかったので、そうですよね、自分が行ったから、うん、だからやっぱそれはもう、ね、黒部さんもそうでしょうし、多分オナイユ選手まだ若いですけど、それこそ少年時代から何百本何千本って多分シュート打ってきてるみたいなところが、ああいうところでこうとっさに出る感じですかね。であれが入るとまた自信がついて、そうですよね、もっといけるっていう、あれはなんか今週ベストゴールとかにもかなりノミネートされそうなゴールでしたよね、はい。それから大宮は2対1、ね、ようやくというか、まあ勝ち点は7ですけれども、ね、なんとかこれから波に乗れそうかっていうところでね、前回 J2 で戦った時は結構前半走れたんですけどね、うん、今回はちょっとスタートダッシュではつまずいてしまって、ただシモビッチ選手と大前選手っていうやっぱりこう取るべき人が取ったというところで、うん、いい、ね、勝ち方だったんじゃないかなっていうふうには思います。それから FC 岐阜ですよ、我らがね、我らが FC 岐阜ですけれども、いやそうですよ、だって肩スポンサー見てくださいよ、キャプテン翼スタジアムって入ってますからね、はい。田中パウロ純一選手ハットトリック、これすごかったですよ、ね、すごい、左足やっぱりかなりテクニックありますね、シュート精度もありますし、カウンターがやっぱり良かったですね。なんか岐阜っていうとこう監督のチームでめちゃめちゃ繋いでくるっていう印象だったんですけど、こう素早いカウンターでね、あの特に後ろ2点はもうカウンターでどんどん走って、2、3人走ってっていう展開でしたからね、非常に面白かったところですね。じゃあ最後にちょっと次節の対戦だけ確認しておきましょう、はい、違うこっちですね、はい。次節は、モンテディオ山形対レノファ、と、京都サンガ対、蒲田マーレが、土曜日ですね。で4月1日日曜日、これもでも結構面白そうなカードが、松本山が対オミアルディージャ、それから水戸ホーリーホック対町田ゼルビアということで、これも好調なチーム同士の、対戦になっております。それから、岡山は、下位にちょっと低迷しちゃっている愛媛 FC と当たります。あ、徳島対ヴェルディですか、これもなんかちょっとまた
ね、因縁っていうわけじゃないですけど、まあ、去年の最終節ですね。そうですね、はい、最後の最後のところで、ベルディが、ね、プレーオフに進出したと。徳島はもうほぼほぼ大丈夫だろうと思ってたところでやられてしまったっていうところですよね、はい、です。でアビスパ福岡は、この2戦無失点できている栃木 SC と当たります。やっぱりウィルソン、え、ウィルソンだっけ、違うわ、何でしたっけ、福岡に去年までいたウェリントン、なんで出てこなくなっちゃうんだろうな、ウェリントン選手がやっぱりいなくなったところは大きいかもしれないんでね、栃木SCにどう戦うか。それからトルニータね、調子上げてきたジェフユナイテッド千葉というふうになっております。はい、ということで J2 でした。はい、でお待ちかねの、はい、特集 J3ということなんですけれども、まずはどうですか、結果からいきますか。結果一覧から、はい、ちょっと、ニュースはどんなのがありましたっけ、はい、4戦無敗の琉球が首位浮上、そして前田と久保の活躍で FC 東京 U23 が今季初勝利、 J3 第4節のニュース結果一覧です。はい、それで言いますとですね、秋田なんですよ、ちょっとびっくりしてるのが、去年優勝したんですよね、うん、J3 で、はい、秋田ってどうでした、去年やってみたところで言うと。いや強かったですよ。ですよね、杉山監督、はいね、はい、まあ前にも得点力ある選手いるしということでなんですけど、今年はなんと3連敗、をしてしまっているというような状況ですね。4試合終わったところで、まだ勝ち点3ということになってます。それからガイナーレ鳥取が調子いいんですよ今年、うん、はい、そうですね、この試合も1対0でグルージャ盛岡に勝って、勝ち点10、無敗ですね、3勝1分け、になってます。それから鹿児島ユナイテッド FC、 これも去年調子良かったんですけれども、今ちょっとなかなか、出し切らないところで藤枝前 FC に、1対2で敗れています。藤枝も勝ち点、6、ね、2勝という形になってます。それから、沼津か、沼津ってどういう、去年いきなり出てきて上位に食い込みましたけど、はい、どういうチームなんですか。そうですね、もうやることはっきりしてますね。あ、なるほどなるほど、はい、もう肩が決まってて、はいはいはい、もう本当にその戦い方なんだっていうのを徹底してやってくるし、正直すごい、結構こういう風に、ね、勝ち点やっぱ積み重ねてくる、去年と今年継続して重ねてきてる、はい、でうちは次節沼津なので。お、そうですか、はいはいはい、あ、そうですね、はい、まあ沼津は確かにそこまでその名前が知れた選手というか、うん、そういう選手がほぼいないんですけれども、もうそういった意味で言うと戦術の浸透度っていうんですか、もうはっきりこういうことをやりますっていうところで、うん、はい、メンバーに対する徹底してきてますねということですね、はい、まあ、対する、ね、ギラバンツは、ね、やっぱり、本山選手、平井翔輝選手とか村松大輔選手とか、かなり、名前の知れるメンバーがいるんですけども、なかなか調子が去年もそうだったんですけれども、うん、上がらないということで、0対2ですね。それからセレッソ大阪 U23 が SC 相模原2対1ということで、セレッソも2勝目ですね、うん、今年はガンバとセレッソが勝ち点7勝ち点6ということで、割と結構調子が、うん、良さそうです。それから最後ザスパ草津群馬対 FC 琉球ということで、 FC 琉球は結構春先やっぱ強いっすよね、はい、僕らね、ちょっと正直富山とかね、秋田とか盛岡さんも含めて、はい、すごくキャンプとか、はい、そのやっぱ雪で練習できないじゃないですか、うん、まあそうですよね。だから一生懸命キャンプ出て、はい、トレーニングマッチ含めてやってるんですけど、うん、やっぱ琉球さんなんかはもう1月の最初の時点からもうプロの J1、J2 のチームがとにかくキャンプ、そうですね、キャンプしに来るからもう練習が試合でずっと試合ばっかりやってるんですよ。実戦ばっかりやりますもんね、はい、だからやっぱり出来上がってるっていう感は正直、うち開幕で琉球だったんで、はい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 、あ、全然完成度が違う、出来上がってる感はありましたね。そうっすよね、環境って大事なんですね、ま、ちょっとあとは夏にどう戦えるかみたいな感じですよね。やっぱりデイゲームとかが多いですから、うん、そうですね、アウェーの琉球に時期的にはかなりきついですよね、タイミングによってはアウェー琉球戦になると、夏はもうきついっすね。まあ、いくら同じ条件って言ってもなかなかホームだとしても結構大変ですよね、多分、うん、ね、そういうところがありますよね、はい。でまあ、ちょっと、今回、お越しいただいたカタレ富山、倉
黒部さんお越しいただいて、語ると山は、昨日西ヶ丘ですね、はい、C 東京 U23 とやりまして、0対3ということで、残念ながら、はい、敗れてしまったというわけなんですけれども、ちょっとね、C 東京はあれはないよね。メンバーのことですか？僕はそんなにこの番組やらせてもらっていて、C 東京に批判的なことは言わないんですけど、ちょっとね、タイミングが悪かったかなっていうふうには思います。まあね、やっぱり勝ってここに来たかったのはそうですよね、ありますけど、はい、まあ、昨日本当に前田良一選手、はい、久保選手、はい、で富樫啓満選手、はい、米本選手、はい、左サイドは小川選手ですかね、はい、右も岡崎選手、はい、ということで、はい、もう本当に J1 で出てる選手たち、はい、今週 J1 の試合がないっていうところもあって、はい、コンディションのところも含めて、そうですよね、ちょうどそのタイミングに、はい、フルで使ってきましたね。そうですよね、そうですね、ゴールキーパーも当然ね、使って苦しかったですね、はい、タイミングは、はい、昨日はこの、番組のスタッフが、まあ写真をね撮りに行ってくれたんで、いい写真がいっぱいあります、うん、僕もチケットを買って見に行きましたんで、はい、良かったですよ、西ヶ丘はやっぱり快適ですね、お天気も良さそうでしたもんね、すごい、ちょっと暑かったですけどね、うん、はい、昨日は、前田選手が後半、先制点、小川選手からのクロスボール、はい、でヘディングで1点取りましたと。でその後久保建英選手がね、うん、右足のゴールですね、皆さんご覧になった方も多いと思うんですけれども、はい、ツイッターとかで、右足のゴール、それからコーナーキックから前田選手が最後、うん、また小川選手の左足からヘディングを決めて、3対0ということになってますけれども、やはり、まあ、なかなか昨日の FC 東京に関してもやっぱり前田選手、久保選手あたりがいたっていうところにちょっと尽きちゃいますかね、その辺は。そうですね、でもやっぱり前田選手、うん、すごかったですね。すごいですよね、はい、全然ボール取られなかったですもんね。結局2点目の久保選手のシュートも落としは前田選手なんで、あ、2点目はね、あれは、違いました、ボールを入れたのが前田選手なんですよ。あ、そうなんですか。で落としたのは、28番の誰だっけ、28番となる、28番は28番の28内田選手があの時トップにいたんですよ。ああ、そうなんですね。そう、縦に入れたのが前田選手だったんですね、はい、まあ、ただそれでもやっぱり前田選手は昨日は本当にもうスタッツでもし、ね、記録してたらちょっとあれですけど、もうほぼ 100% ボールは取られないですよね、うん、ボールが足元に入ると体使えるし、体も当てるタイミングがすごいですよ、とにかくやっぱりボールをしっかり止めて体をぶつけて相手を入れさせないようにして味方に渡すというところで、まあなかなか説明するのは簡単なんですけどね、当然ボールもどこに来るかクリアボールとかなんで分かんないし、相手も当然いるしということで、すごかったですよね。富山としてはでも昨日はある程度でも中断期間ということで J1 の選手が出てくるだろうみたいなのは予想はしてた感じですか。そうですね、久保選手がこっちで来るかもなっていうことは情報としては入ったんですが、はいはい、その後会場来てパッてちょっと FC 東京の関係者もいるんですけど、はい、まあ、一言最初ごめんねって言われました、はい、そんなことが、ひどい、今日はごめんねって、そんなやり取りがあったんですか、ごめんねじゃないですよって 言っちゃいましたけど、そうなんですよ、僕もメンバー表見てびっくり、ね、原選手とか若い選手がいっぱい出てくるのかなと思って会場に行く電車の中でスタメン見たら、はい、なんじゃこりゃと思ってちょっとびっくりしましたけどね、はい、ごめんねですね。いや、まあ、実際結構ねそういうオーバーエイジの選手とかが入ってきた時って大体半分とか、あ、まあそうですね、大体5、60分で帰るんですけど、はい、早かったでしょ全員で出ましたからね、メンバー交代なしでしたからね、昨日はね、東京ね、はい、だから多分良くも悪くもね、トップを意識した90分間やらせる、そうですね、で多分臨んだんだと思うんですよね。僕も半分ぐらいで後半変わんのかな、ゴール見れなかったなって思ったんですよ会場にいて、そしたら誰もメンバー変わんないで、特に久保選手なんか後半トップ下でしたよね、あれトップ下同士ストライカーっていうか、ね、真ん中になりましたよね、そう、行けばよかったなって行った方がいいんですよこういう時は。もう本当にJ3 って言いますけど、うん、スタジアムに行ってやっぱ観戦するのを、まあ良くのも悪くも
お客さんの数がやっぱ J1 とかに比べるとちょっと少ないじゃないですか、うん、西ヶ丘なんかそもそもキャパが少ないんで、うん、特に U23 チームはお客さんが普通の J3 のチームより当然少ないじゃないですか、うん、選手の声めっちゃ聞こえますからね、コーチングがもう丸聞こえという、そうなんですよ昨日だ と富山のやっぱ長い選手ですか、うん、本当にやっぱ負けん気が強いんだなというか、うん、気持ちが入った選手だなっていうのがよく表れて声がすごい、うん、まだ終わりじゃないだろうとか、うん、最後まで諦めるなっていう声をよくやっぱり長井選手は出してて、うんね、PK ストップもありましたからね、長井選手はよく前半の難しい PK を、まあ、彼は本当に ねすごく、気持ちも入ってるし、うん、もう本当すごくいい選手にそうですね、なるな、将来性すごくある選手だと思いますので、そうですよね、はいはい、まあ、ちょっとそこで、まあ、富山のお話をいろいろお伺いしていきたいんですけれども、昨年まあこの番組春先また来ていただいて、はい、最終順位は8位ということでしたけども、はい、昨年1年戦ってみて どんな印象でしたか。そうですね、まあ、本当にざっくりだけで言わせてもらうと、はい、やっぱり昇格っていうところをね本当に目標にしてるチームとして、うんうんうん、はい、ここ3年間ぐらいですね、はい、やっぱり5位6位8位でしたかね、うんうんうん、その5位圏内のところにはいるんだけど、はい、やっぱり1と2をなかなか取れないと苦しんでるっていう現状があって、うんはい、今年やっぱりもう1からチームを作り直さなきゃいけないっていうところも含めて、選手をね14人補強して、お、登録メンバーって何人ですか。登録が26で26人中12人、残った選手が12人、あ、そうですか、入れ替わった選手の方が実は多くて、はいはい、昨日の先発でいうと去年から引き続き出てたメンバー、この今言ってたキーパーの永井と、はい、あと大賢治っていう選手、大賢治サイドバックの、はいはい、あと椎名っていう、はいはい、選手、はい、この3人が去年いた先発3名ですね、なるほど、昨日のピッチに立ったのです、ね、はいはい、これがスタメンの昨日のスタメンですか、はい、椎名選手は、20番でした、あとは誠司もか、進藤、椎名選手22番、あ、22番か、はいはいはい、あと進藤20番も去年にいた4人か、はい、4人ですか、はい、あとはもう大選手と全部新しく来た、今シーズンから去年途中でレンタルできた選手とか、そういう選手たちに変わってるので、なるほど、まあ、それでいうと先ほどのお話で、その何でしょう、まあチームでそれだけ人数が入れ替わった中で、まあなかなかそのね沖縄琉球のようなキャンプの仕方もまあなかなか難しいっていうところは、春先はやっぱなかなか難しい戦いを強いられる感じですか ね、 そうですね、やっぱりまだやらなきゃいけないことはたくさんあると思いますし、なかなか苦しんでるかなっていう状況ではあります。なるほど。その中で、まあ、その去年8位という順位の中で、宇木監督を続投2年目ということなんですけれども、これはどう、まあ、なかなかその結果が出ないと当然監督が変わってしまうチームも多い中で、まあ、J2 復帰というのを昇格っていうのはやっぱり大きな目標に掲げられている中で宇木監督続投されたっていうのはどういう、まあ、でもそうですね、一つはやっぱり選手を大幅に変えるっていうところが、まあ一つのコンセプトとしては、今までそれなりにやっぱりその結果っていうところで監督を変えていくっていう作業がしなきゃいけないところもあった中で、やっぱりそれで本当にその1と2を取れるのかっていうところを考えた時に、多少なりやっぱり継続ってところは必要になってくるっていうところもあるので、そういう意味では選手をやっぱり変え、一からねやっぱりやり直すためには選手を変えるっていうことをチームとしては一つ決断をさせてもらって、なるほど、そこでスタートしていこうっていう感じで、はいはい、じゃあまあその12人の残っている選手、去年からの継続の選手が、はい、まあ、やっぱりその宇木監督のサッカーをまあ理解してるっていう中で、こう、うん、まあ、出てる出てないっていうのはありつつも、中心になりながら新しい選手をどうやって融合させていくかみたいな、そういう感じですかね、はい、そうすると、まあ、なかなかまだそのどの、 その組み合わせというか、どういうスタメンで、まあ、フォーメーションはね、宇木監督 の、 その哲学というか、こうしたいっていうものが、まあ、あるとはいえ、誰をどこにはめていくかが難しいみたいなところはやっぱありますよね。そうですね、実際悩んでると思いますね、その、はい、本当に選手もさっき言った通りスタメンがもう出てるだけで7人ぐらいは新しく入ってくる選手ですし、うん、今はねその結果のところも含めてどういうふうに選手をうまく
やっていかなきゃいけないかってところは本当に悩んでるんだろうなってのは思う、ね、とはいえ結果はやっぱ出さなきゃいけないっていうところはありますよね、はい、あのギリギリのところで戦いながらみたいな話で、まあ、今ちょっと小毛口選手がね、まあまあ、チームの、まあ、顔というかやっぱり一番古い選手なんですけど、はい、ちょっと今まだ怪我で出れてないみたいな感じですかね、はい、まあ、どうですかね、はい、うん、昨日はちょっと出てなかったので、はい、これからって感じですよね、はい、はい、まあ、今期のその補強のところでいうとなんかどういうところを基準にしたとかどういう選手を取ってきたみたいなところとかってありますか。うん、そうですね、はい、まあ、コンセプトって言い方をするんであれば、はい、やっぱり特徴のある選手を中心に集めました。特徴というと、はい、もう例えば一人特徴分かりやすく言ったら例えば小木口っていう選手が今33になるんですけど、うん、はい、まあ、彼はスピードのある選手、うんうんうん、でそういう年齢がねもう30超えたんですけど、はい、やっぱ本当にまだスピードもあるし、うん、力強いプレーをしてくれるし、はい、ああいう選手がいたりとか、うんうん、やっぱり技術的な選手を取ったりとか、うんうんうん、徳島さんから一人、はいはい、今年20歳になる川上エドージョン知恵っていう選手、はい、はい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 、彼なんかはもう本当にスピードがあって、あ、彼は面白くないですか。昨日途中で出てきて、はい、なかなかそのこう富山の中でこうパスをはたいてまた動いてもらうって前に出てくっていう選手が昨日の試合のメンバーの中だといなかったので、はい、彼が出てきた瞬間結構、まあ、後半の最後だったんでスペースがあったってことはありつつもなんかリズムがちょっと変わったかなっていう印象は、ね、だから若いんですけども本当にスピードあるし、うん、負けん気も強いし、はいはいはい、こういう選手をそうですね、川上選手ね、はい、どういうふうにやっぱり出していくかとか、うん、はい、だから本当にねチームを若返らしたりとか、うん、スタートさせてるっていうところもあるんで、うん、彼とかいろんなそういう若い選手含めてチャレンジさすっていうことも一つの選択肢になるのかなっていうところもちょっと思ったりもしてるんですけど、そこはもうやっぱ監督がねどういうふうにチョイスしていくかなっていうのは少しあれですけどね、うん、ただ本当にそういうスピードがある選手とか、うん、高さであったりとか、はいはいはい、本当に特徴のある選手をより多く意識して取ってそこをどう組み合わせていくかというところで、はいはいはい、少し時間がかかってるということですね。感じですね、はい、まあ、ちょっと川上選手は本当に皆さんも多分ねあのダゾーンに入ってらっしゃる方もこの番組ご覧になってる方多いと思うんで、富山の試合見た時は彼が出てくるかどうかぜひ注目していただけると、うん、まあ、昨日の試合今から見逃してみて、ね、後半のところで見てもらうと非常に面白い、ちょっと変化がつけられる選手かなって思うんでこの後注目かなというふうに思います。それからなんか、今季注目してほしい選手とかっていらっしゃいますか、うん、富山の中で。まあ一人去年ね、はい、J3 で戦ってて、はい、面白いなって思った選手が背番号10番の選手なんです。荒井瑞希選手、はい、選手ですね、はい、まあ、実はさっきの江戸と荒井瑞希は浦和レッズユース出身なんです、はい、そうですよ、後輩ですよ僕の何年後輩なんですかもうね会ったこともないですけどね、何年生まれ、97年生まれ、じゃあ同じ時期、僕が多分まだいた時に生まれたぐらいじゃない、高校生の時になんで、はい、まあ水木が1個上になるんですかね、はいはいはい、彼が21歳の年で江戸が20の年、はい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 、なの で、はい、で彼はレッズユース卒業してそのままホンダ選手のがオーナーでやってた SV ホルンっていうところ、ね、これ結構その時話題になりましたよね、はいはい、高卒で直で、ね、ユースの選手入ったってことで、はい、まあ、彼が去年契約の関係で途中で相模原に入ってたんですけど、はい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 、本当素晴らしく、ね、こうドリブルであったりとか面白い選手だなって思って、はい、まあ、真っ先に声をかけさせていただいて、あ、そうなんですね、でチームをやっぱ若返らしたい、いろんなことをチャレンジしたいっていうことで、はいはいはい、背番号10番を私でもいいから来てくれっていうことで、おすごい期待大きいですね、はい、かけさせてもらって来てもらった選手、なるほどなるほど、まあ、昨日はちょっと出場なかったんですけども、うん、本当にこういう選手だったり、うん、さっきの江戸だったり、はい、そういう選手たちをどういうふうに使っていくかっていうのは大事になってくるのかなとは
はい、思います。永井選手もまだ24歳ぐらいなんですね、ゴールキーパーね。若いですね、はい、うん、彼は本当に、まあ、松本山賀さんからのレンタルで、はいはいはい、今もう4年ぐらい借りてるんですけど4年のレンタル4年間レンタルで借り続けてる長期のレンタル、はい、ただ本当に、キーパーコーチとかもね話をしてると本当に可能性がある、将来性のあるキーパーだねっていう、まあ、キーパーコーチは平井っていうし、僕京都いた時のチームメイトなんですけど、はい、はい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 、だからその彼ともずっと話をしてたら、なるほどなるほど、本当にね、J1 でもやれる、普通にレギュラーで取れるぐらいのポテンシャルは十分あるっていう選手、はい、延長料金がすごそうってコメントしてますけど膨らんでいくんですかまあでもあれですよね、特にゴールキーパーなんていうのは若い選手はなかなか出る機会がそれこそないですから、まあ FC 東京にしてもね、ユニジュさんがあることによって畑野選手とか広瀬選手とかね、チャンスがあったりとかするんで、あ、平井コーチは選手登録したんですか。実は昨日のメンバー表見たら分かるんですけど、ここに登録、あ、本当だ、41番すごい、ちょっといろいろ事情がありまして、なかなか怪我人とかの問題で、ちょっとキーパー3人のうち2人が怪我しちゃったので、はあはあはあ、しかもここ連戦だっあ、そうですよね、ゴール、祝日にも試合があって、はい、前節はこのフォワードの西康介っていう選手をキーパー登録してました。はい、だってユース出身で若い選手ですよ、はい、そんないきなりこの前はあのフォワードで初めて出場したんですけど、はいはい、J リーグで、あ、そうですよね、西昨日出てましたよね、はい、フォワードで途中で彼をあのゴールキーパー枠に登録してました。あ、なるほど、キーパーとして必要だからあー、もう苦肉の策みたいなことですか、ね、はい、もう本当に連戦だったので登録も何も間に合わないですね、間に合わなくて、はい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 、ちょっとそれしか方法がなかったので、そうだったんですね、そうだったんですね、はい、まあちょっといろいろ注目、富山で注目する選手ということでお伺いしてきましたけど、 J3、まあ、全体としての見どころみたいなところもお伺いできればなと思うんですが、うん、まあ、今のところ4試合、まあ、消化して、相手が、まあ、琉球、藤枝、セレッソ、それから FC 東京という形で当たってきましたけど、うん、今のところの今年の印象っていかがですか。まあ、他の試合もそのいろいろ動画とかでご覧になったりとかもしてると思うんですが、はい、やっぱり J3 って本当にこう特徴のある戦い方をするチームが多くて、はい、もう本当にこう中だけを攻めてくる、例えば琉球なんかどっちかというともう本当に中にだけ入れてくるっていう感じです。とにかく中に攻めてくるっていうチームであったり、はい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 、本当にこう沼津さんみたいなところは今度はサイドからとにかく放り込んでくるっていう、もうとにかく徹底してきてるチームっていうのがどっちかっていうと強い、なるほどなるほど、結果が出てるチームですね。秋田も去年は本当に徹底してたので、はいはいはい、今ちょっとそこをねやっぱり優勝したっていうところもあって、すごく研究されて苦しいんで、あ、そういうところもあるんですね。分かりやすい戦いであるがゆえにその研究されてしまうとちょっと苦しくなるというか、そういうところもあるんですかね。そうですね、ただ本当にそのことをやり抜いてきてるチームっていうのが今上にいるのかなっていう、去年も同じことを思いましたけど、なるほどなるほど、やっぱりそこら辺は自分らも本当に3をね勝ち抜く戦い方も考えてやっていかないといけないなと思いますし、なるほど、まあ、でも昨日もかなり多くのサポーターの方が、ね、お越しになっていて、はい、まあ富山から来られてる方だったりとか、あとは、まあ、東京近郊に住んでらっしゃる富山出身の方とかっていう方が150人ぐらい来られているということで、かなり大きな声援も送られてましたよ ね、はい、なんとか本当に来てくれてる人にね、はい、いい形で報告できればよかったんですけど、はい、まあでもね、まだ先はやっぱり J3 も長いですから、まだまだ、まあね、そこの今回どんなチームになっていくのかだったりとか、うん、っていうところですよね。この後どういうふうにこうリカバリーというかしていくのかっていうところ、うんうんうん、今のところのお話で言うと逆にあれですか、富山は割とこうサッカーとしては、こうなんていうんですかね、相手の出方でこううまく戦い方をこう変えられるようなサッカーっていうのを試行してるっていう感じなんですか。はっきりとしたこういう、できれば自分たちはもうこういうサッカーなんだっていうのを、あ、強みを出していきたいっていうのが本当は
いいんだろうなとは思ってますね、はいはい、その相手に対してどう、相手に対してどうするっていうよりは、自分たちはもうこの戦い方で、はいはいはい、っていうやり方の方がいいのかなっていう、でただその良さもやっぱり自分らの武器をやっぱり出していかなきゃいけないと思うし、はい、やっぱりそこら辺のところをもっとしっかりね、構築していくべきなのかな、まだちょっと時間かかるのかな、そうですよね、っていうところは感じます。まあスピードがある選手が結構いるので、なんか裏を狙ってくるサッカーを狙ってるのかなっていうふうに今のところは僕はちょっと、昨日の試合見た限りではなんか感じたかなっていうふうには思いますね。なかなかただ昨日はFC 東京がそれこそ米本選手とかを中盤に置いていたので、遠藤選手っていう富山だと去年藤枝で12点取った得点源の割と器用な選手ですね。中盤もできるフォワードもできる選手っていうのがいるんですけど、なかなか彼にこの米本選手とかのところでフィルターがかかってうまくいいボールが入らなかったりとか、入ってもプレスバックで挟まれてボールをロストしてしまったりとかっていう形で、ちょっと遠藤選手の良さをこう生かせなかったというか、あれで本当は多分遠藤選手のボール入って中盤に戻してシャドウの選手が裏に出てそこにボールを入れていくみたいな感じが多分理想なのかな。一回その試合終了間際に、富山がかなりいいチャンスになった時もやっぱり裏にボールをシンプルにサイドから後ろのボール回しとかサイドから縦に入れてこうゴールキーパーと一体ちぎみになったっていうシーンがやっぱあったので、なんかそういうところが狙いなのかなっていうふうには感じたんですけどね。はい、ということでこう どうですか、他になんかそのアピールというか富山に関して、ね、はい、J3 もっと見に来てもらいたいみたいなところで言うと何かございますか。そうですね、やっぱりまあね、去年も同じこと話したかもしれないです、ね、いやいや、あのまた見て、ね、改めてご覧になられる方もいらっしゃるんで、はい、ぜひ同じお話でもぜひお伺いできればと思いますが、本当に今 J3 にいる選手の中でね、その富山だけに限らず、はい、そこから本当に J2、J1 っていうところに、はい、本当にこうステップアップしていきながら、戦っていける将来性のある選手はすごくたくさんいると思いますし、はい、なんか記憶だったら多分真渡選手、今サンフレッチェにいた選手ですかね、はいはいはい、そうですね、サンフレッチェにいますね、真渡選手は。あの人なんかは、あの選手は金沢にいたり、鳥取ですかね、鳥取かな、はい、鳥取から金沢じゃないか、それは徳島ですね、徳島ですよね、はいはい、で、どん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 ステップアップして、はいはいはい、今J1 でサンフレッチェに行ったりとか、ね、はい、まあね、そういうステップアップをしている選手っていうのはたくさん、そうですよね、いますので、はい、まあ、金沢でいうと今ねまた戻ってきましたけどね、清原選手なんかは ねそれこそ JFL、佐賀印刷とかでしたかね、確かそのあたりのチームからどんどんこう、レベルアップしていって、ね、セレストで出るようになって、そうですね、あの庄司選手ですね、そうですね、福光選手とかもセレストで今出てますけど、はい、山口で J3 で優勝して J2 行ってそれから J1 で出てたりとかっていう選手がね、やっぱりいますからね、本当に若い可能性のある選手は多いので、でも彼らは絶対 J3 でその試合経験を積んだから上でやる自信を、ね、はい、そのね、持ってっていう話だと思いますし、はい、そういう選手があのたくさん他のチームを含めてうちのチームにもいると思いますので、そうですよね、そういう選手をこう、はい、ぜひ、僕は3の時からこの選手見てたんだって言ってもらえるように応援でできるようにっていう意味でこう楽しみながら見れるかなとは思ってます、はい、なるほど、分かりました、ありがとうございます、はい、ちょっとせっかくなんでね、これちょっと皆さん気になってると思うんですけど、そうですよね、ちょっと最後これもちょっと開けつつみたいな、富山名物、はい、これご存知ですか、これはとりあえず最初は何ですか、これ白エビ味かまぼこチップス、おいしそう、これなんか毎年食べてんですけど、何かしらこの番組 で、ね、の中でちょっといいですか、はい、いただきます、これ いきます、ね、ありがとうございます、お魚の味が一気に香りはもうでもすごいあれですよね、そうですよ、流行りのもぐもぐタイムですから、日本橋にある富山のアンテナショップ、はい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 、はい、なるほど、いただきます、これなんか毎年恒例の、毎年恒例、あのね、あ、軽い、美味しい、あ、これはいいですね、サクサク、癖は全然ないですよね、うん、これですよ、富山の名産品であるかまぼこに富山県産の米粉を合わせた、あ、米粉なんですか、米粉なんです、美味しいですこれ、これなんですか、ホタルイカのお気づけです、ホタルイカのお気づけってどういう、
富山の名品。え、これってどうなってんの？あれ開かないよ。開いた。あ、瓶詰めか。うわー、ちょっと。わ、ご飯に合うやつ。そうですね。これ開けてもいいの？すごい。なかなか。え、丸々入ってるんですか？お気づけって何ですか、これ。どなたか分かります？お気づけ。チームの方も来られてるんですけど。何ベースなんだろう。書いてくれてますか、醤油漬けっぽいやつ。あ、醤油漬けか。あ、そうなんですね。お気づけは凍らせるとうまい。凍らせるの、これを。シャリシャリになりそう。あ、でも分かります分かります、香りは。これちょっといいですか、田島さん、ちょっと食べる係。何飛んでたんですか。いやいや飛ばした。これは一匹。お、あ、すごい。え、あ、すごい。ありがとうございます。こういう感じだ。ちっちゃいイカ、あ、ホタルイカだから、そこそこ。ちっちゃいイカじゃないや。いただきます。うわー、僕はちょっとその、微妙ですか。あ、いや、あの、こういうつけてるものがあんまり得意じゃなくて。ちょっとちょっと。いや、行ってください。わっ、すいません。甘じょっぱくて美味しい。いただきます。うわ、白ご飯食べたい。全然いけた。食わず嫌いだった。めちゃくちゃ美味しい。すごい美味しい、うん、もう富山といえば食べやすいですね、これ。あ、これ美味しいな。味がしっかりしてる。食感もいいし、すごい。ちなみにお水も。あ、これが何、これ持ってたの？はい、これは黒部さんが汲んできてくれた。黒部の汲んできてくれた。汲んできてくれたお水ですか。本当ですね。標準水。へー、ラベルを向けてもらってもいいですか。俺、はい、うん、あ、黒部さん大丈夫ですよ。僕のを見るんで。高いですか。高い。え、これいくら。140円ぐらい、ね、あ、普通だね。はい、多分持ってきてるから、あの、運賃がかかって。まあ、あとその別に卸価格じゃないからだよね、うん、単純に。ダムの近くの、うん、すっきり採水されたお水ですね。へえ。でも採水地に長野って書いてますけど。ちょっと待ってください。ちょっと、ラベルに思いっきり県境ですから。そうそうそう。ああ、そういうことか。ダムは山だからしょうがない。地中洞窟内湧き水だって。ほんとすごいな。おいおいってコメントが。まあ県境でね、その富山と長野県のところなんですよね、うんうん、なるほどなるほど。富山っていうのは、まあこれ最近ちょっと僕も興味あって、いろいろあのせっかくなんで、まあ、作家以外のところのお話なんですけど、はい、そのまあ今ってそのオリンピックもあったりとかするんで、うん、スポーツツーリズムとか、うん、こうツアーとか、はい、っていうのって結構盛んに組まれてたりとか、考えられてたりとかすると思うんですけど、そういった観点で富山ってどういう風な楽しみ方を、こう例えば試合を一緒に見るとか、うん、見に行ってみたいな楽しみ方とかって、なんかいいところってありますか、ご紹介いただけるような。うん、そうですね、富山やっぱり僕もあの徳島出身なので、はいはいはい、あの太平洋側の人間だったんですけど。あ、なるほどなるほど、はいはいはい。ってあんまり見たことなかった。あ、そうですか。四国だとそうですよね。はい、で、まあ、おすすめかなって言うとしたら、それこそ4月5月ぐらいになるんですかね、はい、雪の大谷っていう。雪の大谷聞いたことありますか。僕ないです、それ。雪の大谷調べてみてください。雪の今からでも見に行ける、はい、これですか。それです、これですか。雪の大谷を、あ、これか。わかりますか。これですね。なるほど。あ、すごい。雪が結局冬に積もりに積もった雪のところの真ん中を開けちゃうんですよ。開けて道路にしてるんですか、これ。でバスで観光する。これちょっと今多分これ調べてみてください。6月ぐらいになっちゃうと雪が溶けてこれが下がってきちゃうんですよ。あ、そうですよね。でもあるんですか、まだ5月。だから4月から6月まで。すげえ。そんな寒いの。すごい、これそんな積もるんですかね。こういう感じでこの雪をこういう風に、え、というか逆にやらないとこのぐらい本当に雪が積もってんですか。多分そこら辺は。すごいな、これインスタ映えですよ。インスタ映え、また出た出た。インスタ映え。若い子行ったら楽しい、これすげえ。それはぜひ。何それ、見たことない。歩いて行こうみたいな感じにもなったりとかするんだ。ホテル、立山でいいんですか、これ。
そうですね、立山、立山黒部アルペンルートの立山ですか、はい、はいはいはい、これはすごいですね。あ、でもそんな歩くのも数十分とかでいいんだ、うん、へえ、パノラマロードとか雪壁にメッセージかけるらしいですよ楽しい写真が出せますので。あ、出せるの、はい、マス寿司を開けながらお待ちください。あ、そうだ、これもマス寿司、これ俺さっき撮っときたいんだよね俺。え、後でいや俺一番好きなこれやつだから毎年の楽しみなんだよ、ね、ちゃんとゆっくり食べたい。負けちゃっていい。あ、すいません、大丈夫です大丈夫です。あ、これどうなってるんですか。こ前からこんな立派なこういうあれだったっけ。あの、ちょっと高級ですよ。ですよね、なんかこんな竹の本当にちゃんとしたやつに入ってる。ちゃんとしたやつっていうのはなんですけど、めちゃ薄くないですか。いや、これだから、うん、ギュッてなってる、ギュッて押してる、押してる、うん、だからか、すごい頑丈な、わ、すげえ、この竹の封がされてる。ちなみにお写真いけますが。あ、いけます。いや、出してもらっていいですよ。これこれすげえな、これ。うわー、すごい。これが6月下旬までいけるんだ。それでもね、多少その ね、暖かくなって低くはなるのかもしれないですけど、いや、すごい、すげー、涼しそう。4月中だと鎌倉が、へえ、巨大鎌倉、バス3台分ぐらいありますもんね、これ高さやばいです。すごいですよね。雪の巨大迷路とかも5月にあったりとか。面白そう。雪の滑り台、これ6月末までやってる。これゴールデンウィークとかにも行けちゃったりするやつあるじゃないですか、全然。4月15日から6月29日、はい、2日までの3ヶ月ぐらいやってるということで、2ヶ月か、2ヶ月ちょっとやってるということで。へえ、ここが、へえ、なの、これはど、かなり遠いんですか。それこそ、僕が勝手に宣伝しちゃってる黒部市の方ですね。はいはい、あ、そうなんですか。あ、なるほどなるほど。黒部市っていうところにある、はいはいはい、アクセスがあったはずなんで、うんうん、富山駅そっちか。あ、でも そうですね、まあ、立山っていうところからこうアルペンルートみたいなので。あ、そうか、松本との間なんだ。なるほどなるほど。これ何線でしたっけ。これ何線だろう。松、あー、なるほど、ここにあるのかな。あ、これか、富山地方鉄道立山線とか。へえ、そうなんですか。でも今北陸新幹線ですか、はい、で金沢までは、ね、はい、行けるようになりましたから、ここ数年で。富山はもうね、ちょっと行けば、そう、長野からちょっと行けば、そう、2時間ちょっとぐらい、そのぐらいなんだ、はい、いや、めちゃめちゃ近いですよ。近いですよね、うん、あ、そんな、そうですよね、かかんないんですね。だからまあ、ね、都内の方とか、うん、ね、それこそ群馬なんかはもうすごい楽ですよね、群馬のサポーターの方なんかは。そうですね、ね、とか長野のサポーターの方とかはね、すごい 楽にというか、ね、すぐ行けるっていうところもあるんで、ぜひそういったものも含めて楽しんでいただければいいなと思うんですが、最後ちょっとこれを、はい、あー、いいですね、これは綺麗。これ何ですか、笹的なやつ、葉っぱに包まれてますけど、これさ、また切るやつをさあ、これはこれ切れ切れてないやつですか。いやー、わかんないですね。あ、でも切るやつ入ってる。映れますか、ちょっと。ボトルを、これこれ。じゃん。ありがとうございます。あ、ごめんね。この葉っぱ。綺麗。綺麗なオレンジ色。すいません、ありがとうございます。じゃあこれをカッティング。はい。入刀します。はーい。あー、いい香り。ちょっと。笹の葉。とりあえず一口的な感じで食べられるぐらいにしますか今新平さんがカットしてくれてます。これがね、やっぱいいですよね食べるんですかね、地元の方って。こういうものって郷土料理的なやつは、ね、あんま食べてるイメージないですけど、普段から食べるもんではない、はい、やっぱ観光に来られた方が。どっちかというとお土産ですよね。あ、これいけるかな、ちょっと待ってくださいね一応スタジアムグルメにもマスの寿司置いてあるので。あ、そうなんですか。じゃあ行ったら食べられるんだ。あ、すごい、スタジアム行ったら食べられるんだ。やっぱうまくいかない、ギュッてなってますからね。笹ごと揚げるのかな。あ、笹ごと、
あ、いける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 。葉っぱごと持って上がるんじゃないですか。大丈夫です大丈夫です大丈夫です、行けました。葉っぱごとチーズケーキみたいな。チーズケーキ全然いけます全然いけます。苦戦する。こういう時にね、あのこう元来のこのね不器用さが出るんですよね。あ、いきます、ゆりかさんの お皿をください。あ、先ですか、はい、すいません、ありがとうございます。はいはい、そうですね。かわいい。あ、全然大丈夫ですよ。何の番組なんですか。よくわかんない。あー、なんか難しい。ここね、ちょうど難しいところに。スタグルって何があるんですか。スタジアムグルメ、あとこの辺でもう切っちゃった、うん、そうですね。こういうこのサッカーっぽい肉ですとか、あ、お肉とか、トトマルっていう、はい、あの魚のすり身を使う。よいしょ、ごめんなさい、ありがとうございます。お好み焼きみたいな、おしぼり持ってきてください。お好み焼き、トトマル、あ、これか、はい、なんで演者さんに取らすんだよ。ありました。いやー、これね、いいんですよ、毎年。 あ、どうぞ、いただきます。あ、うまい、あ、いいやつだ、これ。これうまいですね、ちょっと高級になったので、うん、これはだから、うん、美味しいね。あれ、あ、これか、パッケージマスですね、マスの、うん、まあ、つけてるというか、まあ、あの、押した、押し寿司みたいな感じですかね、言ってみれば。そうですね、陣痛がを遡上するマスと越中米を用いて作ったマスの寿司は、吉宗に献上されたっつってます、これ。はい、本当。前田家から吉宗さんに献上されたのが始まりみたいな。食通の吉宗は味を絶賛し、富山名物として雪深い立山を越え江戸へ送られることが恒例の、まあ、だから結局保存食なんですよね。多分魚を食べられるのがその海に近いところ、うんうんうん、まあ、江戸も江戸前だったら食べられるんでしょうけど、内地の方に行くとやっぱ足が速いやつとかは食べられないので、うんうん、多分こうお寿司にして、まあ、マグロとかもよく漬けにしてたっていうふうに言われるんです。醤油漬けにしてたっていうふうに言われるんで、うんうん、このぐらいの時代は。あとはこの笹によって保存が効くんですよね。これはよく時代劇とかでお弁当とかおにぎりをこう包むじゃないですか、うん、で、これは保存が効くからっていうふうに言われてる。痛みづらいんだ、うん、らしいです。福井とかもサバ寿司とかありますね、うん、そうですね、サバ寿司、うんうんうん、僕も大好きなんです。サバ寿司、サバが一番好きなんで、もう回転寿司行ったら 10皿中8皿ぐらいサバ食べるぐらい。サバ珍しいんですけど、そんな人。まあこういうね、美味しいお土産という、これはでも都内で買えるということで、日本橋にあるんで、アンテナショップでも食べられるということで、まあでも先ほどの話でスタジアムグルメにもあるということなんで、ぜひ、うんうん、ね、スタジアムに行かれた際にはぜひぜひ、食べてみては、まあ、いかがでしょうかということで、ちょっと最後すいません、違う趣旨になった部分もあるんですけれども、美味しいものをいただきたい。ちょっと今シーズンの、うん、まあ、その今後の戦いですよね、はい、1勝3敗ということで、サポーターの方も心配されてる方も多いと思いますんで、はい、ちょっと黒部さんからメッセージというか、いただければと思います。はい、まあ、やっぱり開幕してからね、ちょっと結果が出せてないので、はい、チームとしてはというか選手たちも少しこう自信をね、まだ持ててなかったりとかいろいろあるんですけど、はい、本当に一つ一つをね、成功体験しながら自信つけていくしかもう方法はないと思いますので、うん、はい、なるほど、本当に知った激励もしてほしいですし、うん、ただ選手たちは本当にこう変わっていこうって気持ちを持ってね、チャレンジしてるので、うん、そこはもうしっかり応援してあげていただければなと思ってます。なるほど、はい、まあ、若い選手がね、先ほど黒部さんからご説明いただいたように多いので、やっぱりチャレンジをまあ、させたいっていう多分クラブの方針ももちろんある中で、サポーターの方だったりとかっていうところも、見てらっしゃるファンの方もやっぱりどんどん選手がチャレンジできるように応援していただいて、
応援していただきたいですし、まあチャレンジしたプレーにはやっぱりあの褒めてあげるというか、声援をぜひ送っていただければ。でも清野富山から来られたサポーターの皆さんも試合ね、なかなかちょっと難しい試合で0対3ですが、まあ前半健闘したんですけど後半ちょっと崩れてしまってってゲームでしたけども、やっぱり、サポーターの方がサポーターの方に選手たちが挨拶行った時にはそこまでそんなにブーイングという感じでもなくて、まあまあ相手もね良かったし、ね、次頑張ろうっていう形で迎え入れていらしたので、ぜひ、次節以降も、応援をしていただければなと思います。まあ、ホームページね、今、ニコ生の方にはリンクがずっと、出てますし、あ、 YouTube でもね、ホームページのリンク出してますんで、まあお近くの行ける方だったりとか、あとはもちろん富山の方もそうですけども、対戦チームのねサポーター、 J3 のクラブのサポーターの、方だったりとか、あとはまあ北陸地方やっぱりね海産物が美味しくて、旅行に行かれる方も非常に多いですから、ね、そういった際にですね、一緒に試合も見てみたら、ね、いかがでしょうか。はい、ぜひ、リンク先のチームの情報もご覧いただければと思います。はい、一旦大丈夫ですか。はい、こんなところで特集を締めさせていただきたいと思いますので、以上ニュースでした。ありがとうございました。ありがとうございました。シーマーリということで、エンディングでございます。まずは告知なんですけれども、黒部さん告知ってありますか？なんかある、まあ、4月8日、はい、あの富山でやるホームゲームが、13時キックオフで、はい、ガンバ大阪 U23、 おお、そうですか、はい、11時からあの会場はしてますので、はい、それこそ先ほど言ってたマスの寿司ですとか、はい、スタジアムグルメをぜひランチで食べてそのまま試合を観戦していただければと思います。うんうん、はい、ありがとうございます。もう一度お話しさせていただきますと、4月8日でいいですよね。はい、はい、時節の、4月8日、あ、時事節か、はい、時事節の4月8日が富山、ホームゲームになります。ガンバ大阪 U23 が、相手になってます。宮本監督ですね、ガンバ大阪といえばね、はい、そうですね、はい、が、富山県総合運動公園陸上競技場で、開催されますので、13時キックオフで11時会場ということになってますので、ぜひ、ね、お近くの方、それから対戦チームサポーターの方は、お越しくだ、特にお越しください。それからじゃあゆりかさんの、はい、告知をお願いします。はい、私立花ゆりかと行く、FC 東京応援アウェイバスツアーが、開催されます。はい、4月の21日、清水エスパルス戦アイサにて行われる試合に、応援バスツアー行きたいなと思いますので、うん、皆さんぜひぜひご参加よろしくお願いします。はい、詳しくは HIS さんのホームページをご覧になってみてください。はい、はい、FC 東京もね、先日、はい、リーグ初勝利のところで、はい、好調の清水を倒しに、ね、はい、そうですね、かつね、また、ね、前田選手も、J3 だったりとか、ね、はい、久保選手もそういったところを通じて調子を上げつつあるんで、ぜひ見に行って、一緒に行っていただければというふうに思います。はい、で、番組からの告知なんですけれども、あ、広告先にご紹介させてください。はい、じゅんさん、おすすめの生放送です見に来てねということで500ポイント。あ、しゅうせいさん、いつもありがとうございます。雑談マジに振り返るということでありがとうございます。雑談マジ、はい、で、明日のハーフタイム番組からなんですけれども、明日は、12時から、ウクライナ戦の展望ということでおなじみの北条さとしさん、真面目な北条さんが来ます。それから MC 小松です。でそれから20時半から日本対ウクライナ代表、みんなの米スターということで、前回から始まりました。これは20時半ということで、ご覧になった方は分かると思うんですけれども、試合の前に今日の試合はスタメンとかをもとにこうなりそうですねとか、こういうふうなことやってもらいたいですねみたいな話をしつつ、試合中は、ずっと番組はやらないんだけれども、ページは開けっぱなしにしているので、みんなでチャットをしましょうと。おー、はい、
掲示板にしますということで、うんうん、みんなで試合の感想をね、テレビ今度はどこ、テレ朝さん次の試合ってフジリップさん、じゃあもう随時コメント、はい、見ながらみんなでコメント書き合いましょうというのが、はい、ありつつで、試合終わった後にこれが9時から11時ぐらいに試合終わるんだよね。そうですね。で11時ぐらい、11時すぐ終わったらすぐ終わったらまあ10分5分ぐらい空いて、空いて、また番組が、まあ、始まりますと、すごいいうところで今日どうだったかみたいな話を、まあ、していくと、これなんか3時間ぐらいになるんだよね、時間としては。まあ3時間半ぐらい、3時間ぐらいなんだよね、はい、ずっと書き込めるんですね。はい、そうなんです、そうなんです、はい、をやりますんで、見ていただければ。まだ出演者が決まってないみたいです。ちょっときついんだよね、夜だからねこれね出る方もで、水曜日は第2回かっこいいユニフォーム選手権、そんなのあったっけMC 伊藤さんそのまんま、それから翔野さん、あ俺が出たか、みんなに不評だったやつだよね、俺が選んだやつが、ねはい、それから、夜は、これもまた夜やるんだ、これ連続でお花見しながら企画会議ということで、番組 MC 陣が出ますって言ってるんですけどこれは結局本当に外でやることになったんですか。いや、あのデジタル、あデジタル花見 で、あよかった、何それ意味あります。多分後ろの背景だけがこう特殊処理によって花見になるっていうでもスタジオでやるっていう、なんかもう花見っていう最初の企画はどこへ行ったんだみたいな。めちゃくちゃ普通に企画会議じゃないですか。いや最初に外でやろうとしてたんですよ。でも外ロケだと大変だよねみたいな話になって、ね、じゃあバーチャル花見にするかって言ったら、もうなんか元々のなんか意図がなんか全然なくなっちゃったみたいな感じなんですけど、まあやりますということで、それから木曜日まだ分かんなくて、金曜日か、金曜日は週末 J リーグ展望トト予想ということで、ミッシーと長谷川優さんが、やりますという形になっております、うん、それから、僕からのお知らせなんですけれども、僕からというかお知らせ、はい、フロムワンからのお知らせなんですけれども、現在ですね、埼玉県の、JR 京浜東北線の南浦和駅というところにある、マルヒロ百貨店南浦和店っていう、まあ、あのデパートが、まあ、あるんですけれども、うん、そこの1階で、サッカーキングショップっていう、まあ、普段ウェブで、ショップをやってるんですけど、それがちょっとポップアップで、まあ、セールをやってます。ポップアップショップをやってます、サッカーキングショップっていう、はい、のところで、で、僕が着てるこのこれね、マンチェスターユナイテッドなんですけど、青ですけど、うん、をはじめ、まあ、今ね夏、あったかくなるので T シャツとかレプリカユニフォームとかが、うん、中心なんですけど、まあ、言ってみたら、在庫セールです。在庫セールですこれは、うん、言っちゃった。その代わり5割引きです。最低5割引き、お得ですね、はい、それは。そうです。で、商品が、まあ、それこそ T シャツとかユニフォームとかがまた当たっちゃうガチャガチャをやってたりとか、うん、あと、まあ、クーポンとかがちょっとね、あったりとかして、もうちょっと割引にさらになったりとかっていうのがあるので、うん、マルヒロ百貨店の南浦和店1階に、ね、4月1日までやってるのかな、今週の末というか、はい、うんうん、今週1週間、やってますので、閉店はしないんですけれども在庫をね特に処理します、はい、なんでね、これはねいくらだったかっていうと2000円ぐらい。安い。いいんですかそんなの。これ2000円ぐらいです。いいの。はい。超お買い得ですよ。2000何百円か。はい。でパーカーも多分そんぐらいだし、うんうん、T シャツなんかは3500円ぐらいが、安い。3500円が標準の値段なんで1000円台ですね。T シャツは。そんな風になるんだ。はい、ありますんでぜひ、はい、特にねお子様連れの方とかは、ジュニアの T シャツとか、あジュニアのユニフォームか。とかがあるので、ぜひお越しいただければなと思います、うんうん、僕はね29日かな、お店頭、そうそうそう29日は店にいます、わあ、だからなんだっていうわけじゃないんだけど言ったら会える、僕は29日にだいたい1日います、はい、はい、そっか、うん、プロモアスタッフさんが店頭に、そう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 、はい、っていう感じなんで、あのネットでもねセールをやろう、まあ、まだわかんないそれは、うん、とりあえず店頭、まあ、まずはこれここで、処理したいんでお願いします、はい、ぐらいですかね大丈夫ですか、新平さんのサインを欲しがってるいやいやないからサインとかはい、ということで、にいたって知らない、それは知らない似てた、俺は FC 東京の、西ヶ丘にはいたよ西ヶ丘にはいました、はい、ということで、そんなとこですかね、はい、なんで、いろいろありますんで、は
はい、これコメントとか出さなくていいんだけど、はい、ということでありがとうございました。はい、本日のゲストは黒部照明さんにお越しいただきました。はい、3年連続でありがとうございました。ありがとうございました。来年はできれば J2 っていう名前で、ね、ご紹介できるようにぜひ、はいはい、頑張っていただけると、はいはい、1年間戦いを我々は見守っておりますし、はいはい、またあの関東に来た時に僕もゲームとか見に行きたいと思います。はい、できればアウェイとか、はい、アウェイじゃない、はい、ホームか、ホームにも見に行きたいと、はい、マスの寿司食べに行きたいと思いますので、ぜひ、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ここまでのお相手は、MC は新平と立花ゆりかと黒部照明です。はい、本日もありがとうございました。はい、また明日12時にお会いしましょう。さよなら、はい、さよなら。